ご紹介に預かりましたオックスフォード大学大学院歴史学部博士課程のウォレン・スタニストスと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私はダリッジ・カリッジというロンドンの郊外にある学校の卒業生です。皆様ご存知かと思いますが、ダリッジ・カリッジという学校はイギリスでの日本語の教育の歴史において非常に重要な役割を果たしています。第二次世界大戦の勃発後、英国の陸軍省は日本語が堪能なイギリス人の人材不足がに気づき、対策として優秀な高校生向けに18ヶ月間の日本語研修の奨学金制度を立ち上げました。奨学金に選抜された学生は、当時唯一日本語を提供していた科目として提供していた大学、こちらのソワスで中間日本語を習い、夜間はダリッジカレッジに寄宿していました。それ以来連中はダリッジボーイズという愛称で知られていました。サー・ピーター・パーカー氏もそのダリッジボーイズの一人でした。このような歴史的背景の中、私は今年の1月からダリッジカレッジで母校で2つのジャパンクラブを立ち上げました。私は毎週、日本語そして日本文化を20人以上の中学高校生に教えています。こうして私は次世代のダリッジボーイズの育成に取り組んでいます。どうか皆様のお知恵、ご支援をお願い申し上げます。さて、前置きが少々長くなってしまいましたが、早速本題に入りたいと思います。本日発表させていただくのは、東京オリンピックに向けて、そして2020年以降、日本が観光立国になる、潜在的能力を発揮するために、ロンドンオリンピックから、そしてイギリスの観光産業から得られる教訓について、です。出発点として、日本の観光産業の現状を最初に、紹介したいと思います。近年、日本の観光産業はアウトバウンドからインバウンドへとシフトしました。観光庁のデータによりますと、2017年の訪日外国人旅行者数はなんと2800万人以上、5年連続で過去最高を記録しています。閣議決定された日本国政府が掲げる、観光戦略では、2020年までになんと4000万人を目指します。ではそもそもなぜインバウンドは日本の経済成長にとって重要、大きなチャンスになるでしょうか。バブル崩壊以降、日本は長期的停滞やデフレの悪循環によって縛られ、現政権は金融政策、財政政策によって失われた20年を脱却しようとしています。事実はアベノミクスの下で景気回復が長い間続いてますが、いよもでもなく、少子高齢化社会がもたらす人口減少、社会保障費の膨張、そして人口動態による地方消滅、中国の台頭や四頭の虎によるジャパンパッシングなどの地政学的、地形学的な要素、危機ともいえるほど日本は多数の長期的課題に直面しています。その末法のような終焉に、インバウンドは世直しをきたす救世主として迎えられています。安倍政権は2020年までに名目 GDP を600兆円に向けて、インバウンド観光施策を一つの起爆剤 にする構えを示しました。インバウンド産業に関して、日本はとてつもないポテンシャルを持っています。専門家のデイビッド・アトキンソンによりますと、日本は観光立国になる4の条件、それは自然、気候、食、文化
を全部揃っている、素晴らしい国です。しかし日本は観光立国になるその潜在能力を持ちながらも宝の持ち腐れとも言われています。ネックとなるのが次の2つだと私は考えています。一つ目は物消費への依存、つまり観光客の価値観が体験そして文化、などのようなこと消費へシフトしているにもかかわらず、文化にお金を落としてくれるインフラ整備がまだ十分にされていません。二つ目は都市集中と昭和の名残です。観光客数の上昇の中、地方経済に受ける恩恵が限定的であるのが、旅行者数は、その観光客はまだ、東京、箱根、奈良、大阪、京都という、昭和から伝わってきた黄金ルートに集中しています。インバウンド産業は一極集中型から地方分散型へのシフトが求められています。イギリスの観光産業やロンドンのオリンピック戦略に日本が抱えている課題を克服するためのヒントがあると私は考えています。それは文化です。まずはイギリスの観光産業が教える観光客がよりお金を落としてくれる方法とは何でしょうか。イギリスの文化財を訪れると入場料は決して安くありません。セントポール大聖堂の入場料は大人1人2700円です。ロンドン塔は1人3100円です。しかし京都を例にしますと、有名文化財の平均の拝観料はなんと500円ですね。大人気の金閣寺、清水寺でも400円です。400円に過ぎませんですね。イギリスの文化財が一見高く見えるかもしれませんが、そうではありません。オプション付き、いろんなオプションが豊富ですね。例えばツアーガイド付き、音声ガイド付き、パフォーマンスもあります。イベントも頻繁にあります。つまりイギリスの文化財は一つの文化体験というふうに見られます。それはまさにこと消費の模範ではないかと私は思っています。文化を観光産業の武器にする次のイギリスからの教訓とは、英国政府が立ち上げた2つのマーケティングキャンペーンです。グレートキャンペーン、カルチュアルオリンピアドにあるかと考えます。2011年のグレートキャンペーンは観光客を呼ぶ目的は確かにありましたが、キャンペーンの焦点は観光ではありませんでした。教育はグレート、素晴らしき英国、田舎はグレート、産業はグレート、パブはグレート、科学はグレート、食べ物もグレートというと日本人はそこで笑うかもしれませんが、こうしてこのキャンペーンはイギリスの多様な文化の魅力を伝えました。それはオリンピックは短期間のイベントで、データを実際見ますとオリンピック中に観光客が減ることが普通です。オリンピックは観光客を誘致するものではなく抑止力です。かえってオリンピック後ディビデンドという不思議な傾向もあります。それは大会が終わったら観光客数が上昇するという傾向ですね。したがってイギリスのオリンピック戦略はイベントに重点を当てるよりも前後のインパクトでした。カルチュラルオリンピアドはその象徴的な例でした。大会の4年前からイギリス全国で地域やセクターを超えた大規模の文化プログラムでした。戦略の本質とはロンドンが主催する五輪ではありませんでした。イギリス全国で長期的に草の根から
クリエイティブセクターのインフラを整備する、インフラを整え、文化を盛り上げましょうという戦略でした。結果的にオリンピックの翌年の2013年から全国的にインバウンド観光客数が増え、消費額も急激に上がりました。その反響は今も続いています。日本は長期的そして持続可能的なインバウンド、インフラを整備するために、同じようにオリンピックの大会を見据えたビジョンやストーリーを語り始めるのが主要な教訓ではないかと私は考えています。イギリスのオリンピック経験がこれからも日英間の協力の一つの柱になることを望みます。私の発表はこれで以上となりました。ありがとう、ご清聴ありがとうございました。ウォーレンさん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。日本語や日本の文化を教えて、ダリッチボーイズを育てていくっていうその意気込み、とても素敵だと思うんですけども、将来、ね、こんなに日本を大好きなオレンさんは目指すこと、そういうボーイズたちを育てて何を目指していらっしゃるんですか？そうですね、最近僕がちょっと長い話になるかもしれませんが、はい、私がこれから立ち上げたいプロジェクトなんですけれども、僕が卒業したダリッチカレッジのような私立の学校だけではな、学校というよりもステートスクール、その公立の学校、なかなか日本に行けないような人たち向けに、そういう交換留学のプログラムを立ち上げたいと思っていますので、それが一つの私にとって大きな将来の目的ですね。はい、あと、結局集中型でまだ観光客が日本に行ってしまうというお話なんですが、はい、ウォーレンさんにとって日本に行くとしたらどこを一番お勧めしたいですか？そうですね、僕が一番最近行ったところをぜひ勧めたしたいと思っているんですが、去年の夏に鹿児島に行きました。で、すごくその町の中の、いろんな像が建てられています。それは歴史的人物の像ですね。例えば西郷隆盛ですし、やっぱりそういう外国人がそういうところに行くと日本 その明治維新の歴史をさらに理解することはできると思いますし、あとはその地元の料理はすごく僕はホストファミリーので、そのお父さんと一緒に焼酎を飲みましたが、初めて焼酎が美味しいと思ったところは鹿児島なんですね。だからつまりこちらでお伝えしたいことは、その東京とかに行きますと、その確かに美味しい料理は食べれるんですけど、なかなか高いんですね、手に入れるのに。でもそういう地方に行きますと、安くて美味しい素材がやっぱり その周辺で取っていますので、安くて美味しい料理が食べれるので、はい、一つ勧めたいしたいのが鹿児島ですね。はい、ありがとうございました。オリンピックは観光立国になる、はい、いいチャンスだという話ですけども、はい、イギリスは実際にオリンピックをやってかなり観光客が増えたわけですよね。それから日本では例えば観光客を2020年には4000万人にしたいっていうんですけど、今の話じゃないけど一極集中になってるんですけども、地方に分散させるにはどうしたらいいと思いますか？観光客を。はい、そうですね、先ほどその文化のインフラ整備というのがすごく私のスピーチで大事だとお伝えしたんですけれども、やっぱり例えばイギリスの場合にですね、ワールドシェイクスピアフェスティバルをその一つのカルチュラルプリアドの一環として作られたんですけれども、それはイギリス全国でさらに
あの海外でそういうあのイギリスの、まあ文化を伝えるっていう、まあ、イギリス一つの武器のシェイクスピアを伝えるという、あの各国であのいろんなイベントをしたんですけれども、やはりあのそこにあの集中することによって、その、まあ、観光客がよりイギリスの文化に触れる機会が多くなります。なので、まあ、日本が同じように例えばじゃあ歌舞伎とかそういうイベントを東京だけではなくてあの地方にも同じようなイベントをあの、まあ、開催したら、あのその外国訪日外国人観光客はもしかしたらそういうところにも行くあの、まあ、その可能性が上がるかなと思いますね。あの例えばあの日本の場合には言葉の問題があって、はい、外国人が行った時に日本語ができない人は大変困るということがあるんですけど、そういう経験あります？やっぱりあなたは全然日本語上手だから問題ないもちろん最初はありましたがそれはやっぱり言葉の問題の言葉の壁というかな、結構大きいんじゃないかと思うんですけどね。はい、そうです。あの確かに大きいですね。僕があのもう一つあの一つの例をあのお伝えしたいと思うんですけど、僕があの岐阜高山にあのあの年末年去年の年末年始に行ったんですけども、あのそれはすごくあの、まあ、いい例だと思います。なぜかと言いますと、その店員さんがあのペラペラではないんですけど、あの自信を持って簡単な英語でもそして簡単な中国でもあのその接客をしていました。なのであの、まあ、ちょっとあの 浅いというか私の一つのおすすめが浅いかもしれませんが、あの そちらの、まあ、店員さんがより自信を持ってもいいと思うんですね。そういう文法的にいいかどうかというよりも、あの実際、まあ、あの簡単な英語でも簡単な中国語でもあのその接客する、はい、自信を持てということでしょうね。あの、まあ、自信はもちろんあのそうなんですけれども、まあ、もう一つはそういう、まあ、研修とかあのっていうところもあのすごく大事ではないかと思うんですね。わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。